行政府副審査会は、行政府副審査法に基づき、諮問により審査庁による処分や、不作為の適否を答申することを目的として、総務省設置法第8条、第2項及び、行政府副審査法第67条の規定により、総務省に設置される審議会。審査は、委員3名により構成される合議タイタル3つの部会により行われるが、委員の全員による、 合議体で審査することもできる。各部会には部会長が置かれる。合議体の議事は構成員たる委員の過半数により決せられる。審査会には事務局が置かれ、事務局には事務局長や総務課、審査官が置かれる。総務課には課長、課長補佐、係長、専門職、専門官などが置かれる。審査会の調査審議の手続きは、 公開されない。ただし、口頭意見陳述、口頭での説明、参考人の陳述については、部会または、総会は、公開することを相当と認めるときは、その手続きを公開することができる。審査会委員9名は、総務大臣が、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ法律または行政に関し指揮権を有するものの、うちから、 両議員の同意を得て任命する。また、総務大臣は、専門事項を調査するため、学識経験のある者の,のうちから任命した、非常勤の専門委員を置くことができる。委員の任期は3年であるが、再任することができる。基本的に、非常勤であるが、3人まで常勤とすることができる。会長は、委員の中での5選により選任される。合議体の委員と部会長。 調査担当の専門委員は、最終的には、会長が指名する。会長は、当該審査請求に係る事件を取り扱う部会の部会長の申し出に基づき、法第71条第2項の規定により任命されたものの中から、専門委員を指名できる。また、行政府副審査会運営規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続きに関して必要な、 事項を定める。審議においては、総会または、部会の会議の議長となり、議事を整理する。会長または、部会長は、必要と認めるときは、行政府副審査会運営規則に定める様式について、その記載内容、形式等が当該様式と著しく、均衡を失することがない限り、所要の調整をすることができる。口頭意見陳述においては、 部会長または調査担当の指名委員は、申し立て人が審査請求にかかる事件の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、そのものに対し、その陳述を制限することができる。ありがとうございます。